小松運動公園松広野球場は石川県小松市の小松運動公園にある野球場。愛称弁慶スタジアム。施設は小松市が所有し、小松市町づくり市民財団が指定管理者として運営管理を行っている。1954年市内の末広運動公園内に竣工会場当初のフィールドは両翼113メートル。 中堅130メートルと非常に広かった。同年の会場以来、高校野球などアマチュア野球公式戦が行われている。また、ベースボールチャレンジリーグの石川ミリオンスターズが公式戦の一部を開催している。老朽化のため改修を行い、1980年からフィールドは両翼98メートル、中堅百二十メートルとなり、フェンスへのラバー調布。 またメインスタンドには審判室、放送室など本部席部分が増設された。1990年5月6日には、市政50周年を記念して、プロ野球ウエスタンリング公式戦、中日ドラゴンズ対オリックスブレーブス戦が開催された。だが、老朽化は著しく、2002年には、末広野球場の改築を求める市民から約9000人分の署名が提出された。 市ではこれを受けて、検討作業に入り、総工費、約22億2300万円をかけて、全面的に改築を行うことになった。2006年8月から、旧施設の撤去を開始し、同年10月15日から、改築工事に、着工、2008年6月に竣工した。6月29日には、落成式が取り行われ、球場開きとして、 流国大学附属平安高等学校と石川県立小松工業高等学校、小松市立高等学校による招待試合を開催して教養を再開した。また市では春高後の同年11月4日から11月28日にかけて末広野球場の愛称の一般公募を実施。 全国の252人から計350件の応募があり、12月12日の選定会で、弁慶スタジアムに決定した。かつて、源義経が欧州へ落ちる道中、同志に存在したとされる、畑関で関森に止められた際、武蔵坊弁慶が、偽の肝心帳を読み上げた古事は、農学、畑や歌舞伎、肝心帳のモチーフにもなっている。市川は、 選定理由について、弁慶という名は、未来に向け力強く羽ばたく小松氏をイメージするのに、ふさわしいとしている。愛称は12月16日に正式発表され、応募者には、商品が授与された。ありがとうございます。